めっちゃきのこさん、かわいいみふこ、ありがとうございます。待ってた？この部屋にさっき蚊がいたんですよ、ショック。蚊と密室ナウ、いやだ、性格治ってきたのに。どこ行ったの？蚊と密室ナウです。ヨネさん、タコありがとうございます。それは虫除けいると思うじゃん、カラオケで。マジショックよ、どこ行ったんだろう。いっか、できます。今は言えない。こんばんは。バーガーセットですね。ルイさん、あわ、ありがとうございます。蚊取り線香ないよ。まあいいや、吸いすぎたら吸えんくなってすまんくなるやろ。アキアンさん、タコありがとうございます。うのぶさん、くま、ありがとうございます。そう、影響があるみ感じです。やするぱんさん、たこありがとうございます。元気な声で聞こえる？テレビかも。こんばんは。喉は元気じゃないです。だからあんまり声出ないんですけど、いつもよりは声が出づらいんで、ちょっと今日母の誕生日でした。おめでとうじゃん。喉の調子良くないんですよ。喉、なんか喉から声が出ないって感じ。でも大丈夫です。6月26日に潮のあの動画がリリースになりました。歌わなくてもいいですよって。歌いますよ、カラオケ配信。口パクでいい。こんばんは。でも慣れたらいけそうやなって思ったから、慣れたら途中からいけるようになりそう。慣れたら、慣れるまで曲にダメだよ。慣れるまで歌って、歌ってたら声が出るようになるかもしれない。オレンジジュース、これはね、痛そうっていうか、多分喉やられてるんだよね。だから大きな声が出せない。まあいいんですよ、やりましょう、カラオケ配信。こんばんは。名古屋の代わりに謝っておきます。ホテル
ホテルって乾燥するとこと乾燥船とかあるよね。久しぶりに喉痛くなった、ホテル泊まって。なんか前喉痛くなってたホテルあったけど、最近なってなかったから忘れてた。ホテルって乾燥しているっていうこと。1年前ぐらい、1年ぶりぐらいです。あ、川みっけ、川がおる。広島の方言、パチパチ歌うか、パチパチやっけ。歌手名 STU、 パチパチ、パチパチ。行きます。のんちゃんバラありがとうございます。できない。きっと世の中にはたくさんの
ケンツーさん、トワさん、ウドムさん、ありがとうございます。ちょっと喉が詰まってる感じするよね。いつももっと喉で歌ってるんですよ、多分自分は。お腹じゃなくて喉で歌ってるけど、喉が詰まってる感じがします。いつもはさ、マイクなくても変わらんぐらい大きな声で歌っとるけど、今日はめっちゃ小さい。君が好きになってぐらいで歌ってます。携帯って横向き、縦だともう少し縦長になるかなって。縦の方がね、狭いんよ。縦喉が詰まっているよ。まあこんな感じです。でも慣れたらいけそうじゃない？もうちょっと。何歌おうかな。ワクチンさん、音符じゃない。あわ、ありがとうございます。糸、縦の糸はあなた、その流れてた。じゃあ、ショールームにはない、小豆島ないんだっけ。ない。小豆島なかった。ダムだけなのかな。まあカラオケにあるから小豆島はいつでも歌える。夏式はありますよ。夏式でいいんですか。赤さたま、あれ、あった。KM さん、ジュース、ありがとうございます。夏の式はご用意。猫ちゃんみたいにしゃがんで、コーチを見て抜けた。
けないやめてくれ夏の好きだご用心高くも好きの棒暑さにどうこなったさあ赤草いつも里芋奈良さんタコありがとうございます。
瀬戸内の嫁じゃないわ俺の嫁が混ざった。え、そうなんよ、声出づらいんですよ、詰まってるよね、なんか分かるんだよね、音量が出ない声の、多分喉が痛んでるんだと思う。俺の嫁ありがとうございます。あんまり痛くはなくなったんですけど、そう、あの伸ばしとか声の音量が出ないです。元気な曲にしようかな。え、音程下げたらね、あんまりわからなくなるよな。ヘタレとかで元気出そうかな。アヒルヘ。元気な曲。ラーメンとか食べたらさ、喉を潤ってさ、声出るようになるかな。ラーメン。ラーメンと思おうか。サングラスデイズか。サングラスデイズ。あ、ないわ、サングラスデイズ。え、なんかラーメン喉にいいって感じせん。ラーメンは喉にいいみたいな。ヘタレにしよう。サングラスデイズなかった。でも痛くはないんですよね。なんか詰まってる感じするんですけど、あんまり痛くないです。大丈夫です。めっちゃ痛かったら歌わない。痛くないよ。あ、本人映像だ。みんな思ってるからさ、確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。不気になることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、休んだって問題ない。人は誰だって出したい生き物だけど、変わってみたくなる。そう、これをきっかけに行け。なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って作れないのかな。やるよ、僕も適当に。力の入れ具合誰もそれぞれだろう。汗もいっぱいかいてるやつとか、肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ペースで突き進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う。順位は競わないよ、ただゴールを目指そう。進め、ああ落ちこぼれよ。
そんなのどうでもいい、さやからないかな。何にしようかな。今日はゆきりくんの代わりに豚骨ラーメン食べました。ゆきりくんの代わり？おもこい？じゃあ今日は振りをちょっと入れろ。振りを入れよ。ラーメンでもお腹空いてないかな。ゆうたパパさん、だるま、ありがとうございます。代わりに皿うどん食べてきました。いいな。私はスシローです。よし、じゃあおもこい。コーンスープ何があるんだろうね。食べたことないや、ここのカラオケで。でも配信してるからさ、持ってきた時気まずいじゃん。切らんとさ。あ、どんなに時が過ぎ去っても、君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって、忘れないよ。
まだ MV 終わってない ありがとうございました。思い出せる恋をしようでした。お酒もいらないから、え、あ、お酒、あ、これ、これオレンジジュース。皆さんこんにちは、エラルです。出口なしです。僕たちが出演する映画赤子の船のボディガーは1月2日より全国公開となります。ぜひ映画館でご覧ください。蚊がおる、また死んでなかったのか。いや、もういい。バラ、ありがとうございます。顔がおった、本当に。せっかく足治ってきたのに。海の色にしよっかな、じゃあ。メンバーとご飯行くときぐらいですか、マジで。Oh,
飲み物変わった、リンゴジュースひちねさん、タコ、ありがとうございます。雨とか涙とか、私が好きな曲。みかんジュースが喉に悪いということで、リンゴジュースにしました。そこまで来た旅き道の人々の声がする。
見れました。シャーベットピンク。
でした。シャーベットピンクありがとうございます。新潟からですって、ありがとうございます。新潟から、世界はどこまで青空なのか。NGT さんで検索しようかな。じゃあ N T 世界の人へ。サシスセ、おーいえいえ、感情NGT さん今日かわいいよね。するな、かわいい、いいよね。始まる。
ほっかぶりさん、くりさん、とらさん、みきやくん、ありがとうございます。マックスとき歌ったことあるかな、歌えないかな、行き過ぎ、あ、そう、もうそう、ちょっと不調なんで甘く見てください。喉不調なんですよ。最後のトンネルを抜ければ近づく美しいあの街ある？え？やったことあるやつか、思い出した、どんなんやったっけ、歌ってたあれどんなんやったっけ、サビ、サビどこや、サビサビ、未来はいつも、あ、未来はいつものやつか、いや知らないって思った、よかった、歌えるわ絶対わからんかった、あ、やってますやってます、溺れますわ、なんなら
忘れてただけです。そう、めっちゃやってたよ。しかも好きな曲なんか混ざるんだよね。なんで歌えるんだろう。NGT さんの曲は知ってる曲と知らない曲があるんですよ、シングルでも。だから基本わかんないと思ってたから。私は青春時計はめっちゃ下手なんですよ、高いから。はい、セスポーツよろしい、ガンブレールをぴょんと飛んで、全力走っていくよ、風のとこから。違う、青春時計めっちゃ下手くそなんですよ。難しくないんだって、一人で歌うのこれ。掛け合いで歌うじゃん絶対。君は全力走っていくよ、風の後から追いかけていくよって。まあ言ってみるかね。これ一人で全部歌ったら難しいんですよ、高いし。Thank you.
喉を特に特に喉がきつい日だから超きつい。普段だったらもうちょいいけると思う。今日ね喉が詰まってるんですよ。普段やったらもうちょっといける。そう、息がなかった。最後もうきつかった。よし、HKT さん、でもだいぶ治ってきたわ。HKT さんかも。ってさ、歌唱系じゃん。私今日喉死んでるよ、マジで。喉詰まってる。イコラムのお兄さん結構歌えるけど、サマーチョコレートもいけるよ。チョコレートメランコリー。こんばんは。ハロー。日向坂さん。さひなさ。日向坂さん。向かう月が、月と星が踊るミッドナイトだっけ。それ歯向かった、歯向かった。おとうな、ね、違う曲何がいいん。逆に何曲歌ってもだからね。ハムギフトもうありませんって前あったっけ。逆にあったっけ。月と星が踊るみたい、フェスを越えて迷子の歌子で、今僕たちは売れる。このままじゃダメだ。歯向かった歯向かった。
になって凸凹ながら夜明けを待ち続けた。あと何周走ればよくやったと言われるのか。炎天下のその下で汗を流すのは理不尽でしかなかった。ああ僕たちは僕たちは思うちっぽけなちっぽけな自分。見えないよ見えないよ未来に何にも意味のない意味のない命無駄遣いしてるようで焦ってしまうんだ。でももう一度もう一度もしも生まれ変われるはずだよ。誰もあの頃にあの頃に見たいんで今でも手を伸ばせば届くはず。きっと決心をすることに遅すぎることはない。ここに来て気づいたよ僕たちは何だってできるんだ。グレートは可能性。屋上に出てみたハッとするほど綺麗な朝焼けを見たよ。僕たちの世界はなんて美しいんだ。震える風の中で今僕たちは震える。このままじゃこのままじゃダメだ。寒かった寒かった大人いつしか嫌だった嫌だった。全部入ってるやつだよね。でもさ、どれが美味しいか一応聞きたいじゃん。そのおすすめって言ってるから、おすすめはどれですかって。何がどれが一番美味しいんだろうと思って。あれはおもろかったね。まあ面白く編集されてたからいいや。ね、確かに野菜を進めるなんてね、もっとボリューミーなやつ進めてくると思うじゃん。見たことない魔物は見たことない魔物。何やったっけ。
なものって分かる人にしか分からんけどな。まあたまにはいいでしょう。可愛い曲だから大人は信じてくれない。いいね、久しぶり。ジュースなくなってきた。タイギーなドリンクバー貝違うんですよね。タイギーですな。イコラブさんの新曲まだ入ってない。結構前、夏の近道歌えるけど大人は信じてくれない。ダメだ、定期的に聞いとかんと忘れるね。大人は信じて、わあ、これも当分聞いてない。いけるかな。大人は信じてくれない、こんな孤独でいるのに僕の絶望が。歌ったことないかな。欅坂さんいける。定期的に聴いとかんといかんわ。どこかの森の上、カラスが鳴る。
急に歌えって言われたら結構むずいよ。2年ぐらい聴いてない。3年とか3年ぶりの一発目カラオケってきつい。めっちゃ1位はサイレントマジョリティ。月曜日の朝スカートを着られた。これならいけるかも。月曜日の朝スカートを着られた。語るなら未来を。あ、カタミラ。語るなら未来を。心の中月曜日語るなら未来を。これならいけると思う。さすがにもういけんかったらやめます。途中で振り返るように。
2016だって。16歳。風に吹かれても知ってそう、みんな。あと黒い羊、アンビバレント、この辺得意ですよ。アンビバレント、ガラスを割れ得意。アンビバレント、ガラスを割れ。世界には愛しかない、平石。夏の花はひまわりだけじゃない。これ絶対のとやられるやつ。青空が違う、いける。青空が違う。2階で、2階行ってこようかな。行けちゃうよ。2人セゾンは苦手だから外してるのに。選ぶな。え、飲み物取ってこようかな。ちょっと遠いよね。なくなった。ちょっと遠いんですよね、普通に。いるかな。いるよね。あと1時間。ちょっと遠いんですよ。ちょっと行ってきますね、じゃあ。走らん。走っていくねって音したけど、走らん。ワンワンやってきます。じゃあジュース取ってくる。帰ってきました。帰ってきたよ。結構スムーズにいった。ただいま。2分ぐらいかな。1分、2分ぐらいかな。ただいまです。帰ってきたよ。
バスルームトラベル。こんばんは。炭酸。何歌おうかな。欅坂46ヒットソングメドレーとかあるよ。めっちゃいいんじゃないこれ。何曲あるんやろこうやって。それにするか。ヒットソングメドレーだからみんな知ってるかも。意外にマンゴー懐かしい。さすがに全部歌えるよねって。もちろん。あ、欅坂さんです。桜坂さんじゃなくて。方がよっと楽だと思う。
青空が違う、世界には愛しかない、大人は信じてくれない、まあ同じ感じか。以上。一曲も知らない？嘘、絶対嘘だ。サイレントマジョリティは知ってるでしょ。これの乃木坂さんバージョンしたら歌えないのかな。わー、歌えない曲が入ってる気する。ソングメドレー1、3ぐらいならわかるんかな。最近の曲の方がわかる。あ、3の方がわかるわ。1、一番古いやつ、一番古いやつ、これ一番古いやつ。3
3の方が良かったかもしれん。まあいっか。おいでさくその場がいい感じ、君の顔にときめくの。おいでさく夏の日差しと風に運ばれ、遠くまで待ってる。久しぶりにシャンプーしようかなって。不潔。ガールズ彼を好きになって一緒にいつも泣いたり喜んでくれたね。ガールズパパが Oh,
と違った。幸せだから言えなかった。分かんなかったわ。命は美しい。初めて気づいた日から全てのその悲しみ消えてゆくんだな。永遠ではないもの、花の花さに似て、その一瞬一瞬が生きる意味。ギリギリセーフ。できないんじゃない、やってないだけさ。未来の扉そこにあるのに、僕は何度も誘う。奪い変わるのは君だ。僕に任せろ。恋をするのはいけないことか。僕の両手に飛び込んでよ。若すぎるそれだけで大人に邪魔をせない。恋をするのはいけないことか。君の気持ちは分かってる。感情を隠したら制服を着たまねきんだ。制服を着たまねきんだ。一曲だけわからんかった。何だったっけ。3番目、4番目ぐらいのやつ。何度目の青空かか覚えときます。これヒットメドレー3は結構いけそうやけど、幸せの保護色だけわからんかも。僕にできることは君にヒントを出すこと。幸せはいつだって近くにあるんだ。それだけわからんかも。これやったら違う曲いきますね。 STU とか。誰だってあるだろう。不意に気づいたら泣いてること。
シングル曲の、そうだから覚える前に次の曲を多分覚えた。めっちゃ短かった気する。あんまりそうサビはわかるけどそれ以外全くわからん。そうシングル期間が短かったから次の曲を覚えた。よし、締めに入らなきゃ。 STU でも私はね、欅坂さんオタだったので、あと3ぐらい歌えるかな。3か4。春夏秋冬、そうやね。奇跡だよな、ストーリの夢はずっと
できた。二人でいるだけでどうもして楽しかったのだろう。雨が降って街が濡れて誰かの恋しい時、青空と君のことをなんとなく思い出す。春夏秋冬の の中いなかった、入れようとしたのに。じゃあこれにしよう。おもこいは歌いました。なかった。これ締めの曲って感じする。届く世界は想像ついてしまう。僕らが目指す夢は今まで聞いたこともない場所にある。一人きりで頑張っても大きな車輪を動かすと
ートゲット。私のはどこ行った？諦めてしまえばそこで終わり。あの美しい、あの美しい、そのまま見られないよ。ここから始まる奇跡という名のストーリー。自分の可能性信じてみようか。ここから始まる始めよう。あと2いけるかもしれんけど、とりあえずいいか。2曲いけたら夕日も僕らの夕日。とりあえず締め。誰も持った報告ない。マジ来たって言ったよ。誰か一人。Oh
とうございます。ギフトありがとうございます。スルパンさん、キチネさん、水ようかんさん、タンタンさん、中地さん、うどむさん、りょうへいさん、奈良西さん、意外といけたのであと1曲。はい、今日は一日カラオケ配信ありがとうございました。なんか喉も治ったので完璧です。喉治りました。締めの一曲、治った。力づけ直す、どうも。今日がどんな一日だったかなんて、帰り道考えるんだね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなって、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて。No, no, no.
感じ。58分。ニートさんギフトありがとうございます。ラブレターギフト。かけるくんやスルパンさんもミラーボールありがとうございます。けんけんパーさんありがとうございました。ちょうどいい。喉治った。最後の最後、最後3曲ぐらいで治ったわ。やった。外で壇上読みます。13位翼欲しいさん、12位ムーランさん、11位ふっくらごはんさん、10位えほげなさん、9位服部さん、8位ゆうたパパさん、7位きちねさん、6位みきやくん、5位広島コーパセリさん、4位トラさん、3位たけるくん、2位やするぱんさん、1位うどむさん、ありがとうございました。大きな声が出るようになった。初めてお立ち化してもらいました。ありがとうございます。カラオケ配信は月に1回やってます。だいたい月末か、まあ後編の後たまに歌ってる。ライブの後に1曲歌ってたりします。ではまたね。はい、はい、おやすみなさーい。